大体言いたいこと分かりました。ですね、まあ、単純に あなたが聞きたいのは要するにじゃあ自立ベースに判断しろっていうのはいいんだけれど、世の中にはもう完全に思い込みの強い人がいて、もう全然こう根拠とか薄弱なんだけど、それがファクトだって思い込んでるもう、っていう人がいっぱいいるんだけど、し こういう高等問題とかに関わってるとそういうやつらいっぱいいるんだけど、どうしたらいいかって話ですよね。もちろん僕で2つあるんですよ。1つはね、まずベタに言い続ける。みんなこれバカにするんだけれど、それ間違ってるよってずっと言い続けるのはやっぱり基本大事です。やはりなぜかというと、それこそ2016年のトランプとかって、あと昔のね2016年のトランプとかってそうだと思うんだけど、ドロー狙いなんですよね。つまりどっちかわからない、つまりこう偽の情報もちょっとなんか論爆したら、今の高騰問題とかもそうだと思うけど、すぐボロボロなんかあらは出てくるんだけれど、それってやっぱ検証、嘘をつくのって10秒で済むけど、検証するのって10時間かかるわけですよ。なるほど。この非対称性を使ってなんか選挙が終わるまで逃げ切るっていうのがトランプのフェイクニュースで、同じようなことを今保守カルトが僕やってると思う、高騰問題とかで明らかに、だって実際にいろんなタイムリミット近づいてるわけでしょ。もうそれ近づいてる。いやだから最初からドロー狙いで、これは今政治運動を情報戦でやろうとする時の上等なんですよ。定石なんですよ、だからまずはどんだけへこたれても正しいちゃんとしたことを言い続けるということは、これはまず第一。あともう一つ、これがちょっとメタ的なアプローチなんだけど、そういうね、なんかこう人は信じたいんだと思うんですよね。一言で自分が難しいこと考えないで済むとかね、自分の不安を紛らわしてくれることとか、あと嫌いなやつと逆のことを信じたいとか、そういったふうにやっぱり信じたい生き物なんだと思うんですよ。だから僕の考えはやっぱりその人の多分心理的な負荷を下げてあげることが大事だと思ってる。つまりこうなんかこう心に余裕がないとかね、それは経済的に恵まれてないとか、人間関係が薄弱だとか、社会的にまずい立場に置かれてるとか、そういったことがやはりいい、なんかやっぱり今日ある人間を正しさに立ってぶん殴るってことは、そういった人たちが逃げ込みやすい生き方なんですよ。だからもしあなたにとってその人が大切な人だとするんだったら、その人の抱えてる社会的な問題とかね、心理的な問題に対してケアしてあげるのが僕は正しいと思ってます。まあ、はっきりと陰謀論に逃げちゃう人って、やっぱそういうところに僕原因があるのは間違いないと思うんですよ。男系個室の人はどういう社会的な問題を抱えてたりするんでしょうか。いやそれはちょっと僕には分からないですよ。でもね、分からないけど、僕の考えはね、ああいう人って実は個室のことどうでもいいんだと思ってるんですよ。だって僕みたいな、はっきり言うと天皇制に関しての意見とかほぼ僕持ってない人間ですよ。持ってなかった人間です。こうやってなんか仕事としてね関わるようになってから、なんだこれやと思うようになったけれど、それまでの人間、僕は単純です。もう今のね、皇后の雅子さんをはじめとしてね、やっぱ多くの皇族がバッシングにあって心理的に不安な状態に置かれてる。これ明らかに人権問題であると、この状態の皇室典範とかを放置しておくっていうのは単純に下からの差別で、もうずっと言われてることであるんですけどね、どう見てもアウトだろう。その中核に女性天皇を認めないという差別的な問題がある。もうこれは一般上、これ全然僕皇室に対して詳しくないですよ。ただなんかぼんやりとニュース見てる人間ですら、もう目なんか、誰が見ても明らかな構造じゃないですか、でやっぱこういう感覚なんですよね。でだからそれを疑ってかかるっていうことは多分、なんか何かやはりね、やっぱ特定の人間しか興味を持っていないような、残念ながらこの問題でみんなあれだけ小室圭さん叩くくせに意外と関心持ってないんだと思うんですよ。実際に皇室をどう残していくかって問題に関してはね。で あまり参入者がいない領域で、なんかすごく多数派の側について自分が勝てるゲームを戦いたい、つまりなんかほら、よく友達のいない小学生のねとかがね、弟とか妹とかと将棋やって勝ってドヤ顔するじゃないですか。あれに近い心理なんだと思うんですよね。いや本当に、だから参入者のいないところだと何か勝てるじゃないですか。勝てるっていうか、しやっぱインターネットって、例えばどんだけバカなこと言っても方向性が一緒だったらいいねつける人っていっぱいいるんで、僕そういう問題なんだと思うんですよ。だから僕はまずこの問題メジャー化すべきだと思ってる。メジャーにすればするほど、多分カルトって いると思うけれど、それが大きい影響力持たなくなってるから、でこの問題マイナーだからカルトが影響力持ってるんだと思うんですよ。だから僕は明確にこんな現在の皇室の在り方のような、はっきり言ってしまうと性差別的でね、
実際に皇室の人間がどんどん不幸になってストレスを抱えていって、うん、まあ、事実上の離脱したがる人が続出してると若い人に、うん、でこんな懲戒を置いといたら絶対天皇制維持できないよって問題を僕はどんどんメジャー化すべきだと思っています、うんうん、これが僕は一番効くと思っています。そうすると影響力が下がってくるので、ああいったこれ誰がどう見ても間違ってるカルトなんで、男系の人たちっていうのはね、うん、僕はそう思ってます。